たんですよ。そうで、レッスン中めっちゃ乾燥してて、次は喉をやられそうになりかけです。安部さん、タコありがとうございます。あ、そうだね、キラキラは夕方投げたらないかもね。安部さん、タコありがとうございます。タコありがとうございます。うどむさん待ってたよ、ありがとうございます。たくさんえ、リボデー飲んだ飲んだ。そう、え、でも乾燥してたんですよ、めっちゃ。レッスン場がレッスン行く前までは喉やられてなかったから、さっきのレッスンでやられたわけで。でも他のメンバーも言ってた、喉が痛いって。だからさっきのレッスンで乾燥した。乾燥してねって他のメンバーに言ったら、そのメンバーも、え、喉痛いみたいなこと言ってたから。え、加湿器あるんですけどね、なんか。なんでお茶の麺買ってけんかな、動いて。服部さんお疲れ、ありがとうございます。こんばんは。9時過ぎまでレッスンがあってね、帰ってきてご飯食べて支度してたらメールを送れなかった。あ、でもアフタヌーンティーのね、あのツイートをしたので、アフタヌーンティー、ティーライダーさん、タコありがとうございます。そう、バタバタしてたんですよ。あ、カラオケ配信、え、そう、明日カラオケ配信。え、でもできるよ。そう、10食限定なんだよね、めっちゃむずいよね。かも、ね、予約がいるし、あれは。でもあれ一人で食べきれる量じゃないらしくて、そう、ここにあるんですけど、一人で食べきれる量じゃないよって。頑張ったけどちょっと難しいね、甘いものが多いから。甘いものって大量に食べれないじゃんね。私余裕さって思ってたけど、甘いもの甘いもの甘いものってくるから、そう、これぐらいの量ぐらい余裕じゃんけど、甘いもの甘いもの甘いものってくるから、結構ね、そう、量多いですよ。これが全部じゃこかつとかならいけるんですけどね。だってね、ロールケーキ、シフォンケーキ、マドレーヌ、ね、なんやっけこれ、スコーン、ブリュレみたいな。でも美味しかったですよ、私的には柚子のやつが美味しかった。でも60分飲み放題なんです。
あ、これ一人分。そう、一人分です。だからオレンジジュース飲み放題、私飲み放題得意。ムーランさんありがとうございます。アルコールはない。そう、でもあの愛媛のみかんジュースも飲み放題ですし、愛媛のお茶、香川のオリーブ茶60分飲み放題ついて、まあ2500円って結構安いと思うんですよね。アフターヌーンティーってさ3000円とか4000円とかするイメージあるじゃんね。60分ね飲み放題もついてこれなんです。まあ東京でね近くに住んでるよって方がいたら安いよ。そう、でも私はあの何杯飲んだっていうか、私はでもあのワンセットしか食べてないです。プライベートで行ったら絶対みかんジュースは4杯、お茶を3杯ずつぐらい飲みます。3杯3杯。コーヒーも絶対飲む、食後の。でもねお仕事だったからさ飲み放題とかはしなかったですけど、食後はコーヒーっていうやつです。え、そう、特技ドリンクバー、めっちゃドリンク飲める。サンドイッチ、あれじゃこかつ挟んでる。トムさん、かわいいギフトありがとうございます。え、でもね甘いもの多いから、あのブラックコーヒーがあったらいけるか。甘いもの多いから甘いもの好きな方だったらいいかもね。見せるの忘れとったメンバーに、さっきまでレッスンだったのに、そうせっかく青に染めてったのに、マスクしてたんだよねレッスン中。マスク外せばよかったね。舌を青色に染めて行ったんですよ。でもレッスンに集中しすぎて忘れてたわ。うん、ショック、うん、君は何を後悔するのか。舌を見せ忘れたこと、舌を見せ忘れたこと。そう、マスクつけてレッスン。アンナちゃん遅れてこなかったってなんで？スケールの小さい歌、舌を見せ忘れたこと。あ、黄色は全然ダメやな。今黄色食べたんだけど全然黄色ならんかった。
青がすごかったね。このね下の色が変わるグミっていうのを食べてるんですけど、黄色は変わらんな。でも赤はさ、もともとさ下が赤じゃん。赤はさ意味ないじゃん。でもちょっと辛い、ピリピリ食感。ピリピリ食感なんです。喉が鳴った。あ、でも赤だ。なんかここだけリップが赤い。口の中を見せるなんてやめなさい。本当にピリピリする。すごっ。何入れてるんだろう。なんか唐辛子入れてるのかな。そんなことなくない。でも赤は苦手な方もいるので気をつけてくださいみたいな注意書きどっかに書いてあったよね。ピリピリするから気をつけてみたいな、どっかに書いてたよね。なんなんだろう。本当にでもピリピリする。すごい。なんか口がちょっと辛い。あ、刺激が苦手な方はご注意くださいって書いてる。なのに赤が4つも入ってたの。黄色1個しかなかったのに。これはさ何色均等に入ってないらしくて、黄色1、赤4、青2、赤が一番多い。辛い。服部さん帽子ありがとうございます。ラブレターありがとうございます。そうグミ、好きな味じゃない。辛いけどさ食べなきゃいけないじゃん。だから頑張って食べてるの。私辛いの苦手なんです。どうやってこのコーラ味にさピリピリのこの辛さをさ三色同時、赤黄色青。何色になるんだろうね。
辛いのとひき肉と豆腐。おゆもちゃんありがとうございます。グミ、あ、で私ハリボーとか好き。硬いのグミ、硬いグミ好きですよ。麻婆豆腐全然食べるよ。麻婆豆腐、いや豆腐は苦手じゃなくて、なんか別に好きじゃないなってぐらい。まあ強いて言うなら、まあ次苦手なのは豆腐かなぐらいのレベル。うどんまさん、かわいいギフトありがとうございます。おいもちゃん、帽子ありがとうございます。果汁グミのマスカット、マスカットあるの？あ、マスカット。へえ。お腹空いてきた？食べた？夜ご飯。夜食の時間ですか？食べてないの？今日金曜日か。こんばんは。髪の毛が綺麗、ありがとうございます。夜ご飯デリバリーの外に行くのどっちがいいと思いますか？外。服部さん、お花ありがとうございます。下唇は切れたの？グミの色、え、これだよね、切れとんかな。外ならどこに行く？ラーメン。ここだけ濃いよね。なんでだろう。ハゲないかな。ハゲとんかな。なんでやろ、これで濃いよね。え、グミじゃないと思うけど。
切れてもないんですよ。メンタム塗ってるよ。よく塗ってこれよね。ハゲギフトがあれば激しく連打するところでした。そんなギフト一生できないよ。使い勝手良さそうだけどね。ね、夜中に乾燥してね、今は全然乾燥してないんですけどね。そんなギフト作らないよ絶対。初代ゴールデン、あれ1位取れるかもしれんね。初代お部屋は潤ってるね。今日から加湿器つけようと。加湿器そのイベントがあったらガチってねって、あの1円のやつやろ。1円のやつで1位になったらなんとか女王になれるやつ。今日はね、あのこの枠1時間40分です。だから11時40分までできるんだっけ。今日はすでに1時間20分してたから残りは1時間40よね。23時40です。結構ゆっくりあります。明日の予定、明日休みやった気する。どうだったっけ。うのむさん、かわいいギフトありがとうございます。なんかタブレットと LINE ってさ、しばらくログインせんかったらさ、いちいちこれさ、スマートフォンを使ってログインしないと見れないんだよね。めっちゃ LINE 見たいのにさ。スマートフォンを使ってログイン認証しなきゃいけない。ちょっとは休みだ。こんばんは。そう、でも明日はねカラオケ配信する予定だから、夕方っていうか夜ぐらいから。でも12時に1回だけやろうかな。12時に30分ぐらいやって、あとは9時半から、いや夜に3時間は絶対きついから夜は2時間半
かな。あとキラキラの更新が3時にあるので、そう12時に1回やります。そうお昼、12時ミキヤくんタコありがとうございます。だメールの返信を見てたんだけどさ、送られてきたマネージャーから吉田のストーリーに出てたねって、面白い。吉田をさ、吉田呼びする人ってあんまいないからゼロに近い。おらん、メンバーにはおらん。吉田のストーリーに出てたね。プリンアラモードかな。ね、吉田のストーリー面白い。そうそう、1週間前ぐらいかな。10月から10月8日までのが来ました。次の四国公演がさ、四国単独のことに今日気づいた。だからユニット曲とかもあるやつね。単独ってめっちゃレアだからさ、あんまやらんやんね。長いやつですね四国公演が。え、そう、普通にそう、あの台湾の短いやつやと思っとったけんさ、単独6月ぶり。台湾しかやらないじゃん、あのユニットの。そう、だから四国自体久しぶりの台湾じゃない、単独です。私が久しぶりってわけじゃなくて、四国の単独が6月ぶり。完全に単独。あ、研究生はいるけどね。前のフル四国は出てたはず。そうなんです。789と対バンしたからユニットで、それぶり。曲数多いやつだ。単独ゴルバチョフ。キツネさんタコありがとうございます。クワトロも久しぶり。クワトロなのか。体力つけていきましょう。私でもね、毎日結構レッスンしてるからね、体力は
んな落ちてないと思うけど。鍋料理食べてない。鳥さん待ってたよ、ありがとうございます。体力はあります。うどん食べた。いいねいいねいいね。ニキで一番はないけど、さすがに。でもあのシャトルランだっけ、結構でも真ん中より上にはいましたよ。シャトルランやった時結構いいところにや。結構上の方に。 T ライダーさんファイト、ありがとうございます。予定たくさんで嬉しいですってね。チェキは20日、うどんさんかわいいギフトありがとうございます。よいしょ。チェキ言うてもうあと1週間じゃん。チェキ早い。そんでお話し会もありますし、幕張あと何があるっけ、四国があるのと課外活動があるのと、まあそんなもんか。幕張微妙？マジ？おいもちゃんお元気ありがとうございます。え、もうお話し会か、緊張してきたって早っ。久しぶりだねお話し会。 KKK さんありがとうございますね。そう再販してるからお話し会ぜひ今受け付けております。卒婚11月予定めっちゃあるよ。そう卒婚と見聞と、まあまだ出てない公演とかもあるかもしれないし。11月結構ある。11月4日はお話し会でしょ、リアルだっけ。 お話し会オンラインだっけ。あ、オンラインだ、初日だ。初日そんで5日がアンナの卒婚だよね。卒婚じゃないわ、卒業公演。卒業公演は略したら何になるんだ、略さんか。卒校ヤスルパンさんかわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。
オンラインお話し会受け付けております。久々のオンラインお話し会、そうだよ、23日の四国公演行きます。去年の8月ぶり、めっちゃぶりぶりじゃん。じゃあ使用中さん、お花ありがとうございます。キツネさん、オオカミありがとうございます。でもあれがなくなったのは悲しいな、あのオンラインサイン会ないよね確か。その分チェキですね。オンラインサイン会ね、オンラインサイン会コスパいいのに、あれ1000ちょいで生写真とサインね。服部さんの出番よかったですね。もう10枚買わなきゃというプレッシャーから逃れられて、やめるタイミング迷ってただろうからサイン会ね、あれ良かったのにね。悲しいです。マジ？チェキはマックス3枚ですからね。でもまあ1枚がねすごくお高いので。チェキどうしようかな、服。うどむさん、ラブレターありがとうございます。リザ48さん、レインボースターありがとうございます。そう、チェキ服3種どうしようか、3種だよ、3種にしようかな。着ますかって着ようかなと思ってるけど、20日に間に合うように届く。なんか服を送ってくれてる、それは何着ですか。3着分の衣装を送ってくれてるのか、それとも1着分か2着分か、足りない分を、あ、3、4着ある。コスプレとかはないですかね。1個コスプレしようかな。1個ある。あ、もう何も買わなくていいですか。素晴らしいね。そうか、17日ぐらいにね一回事務所に行くんで、その時に撮れるかな。じゃあ17に事務所行くから、こんばんは。じゃあいいや、それ置きます。イエーイ、なんか開いてる。
じゃあ私は用意はしなくていいということで、イベント頑張ってください。ありがとうございます。選べますかって、でも基本はランダムでやってる。でも3枚買ってくれた方には衣装が被らないように、そう選べたらさ絶対なんかコスプレがいいとかあるじゃん。だからまあ基本はランダムで適当に選んで、でも3枚とか買ってくれてる方には被らないようにって感じで、1枚やったらランダム。まあどれも可愛いと思うよ、ちゃんとセットで送ってくれるって言ってるから頼ってる。そう、可愛いと思うよっていうね、任せ。そう、見てないからさ、ね、本人がまだ服を見てないっていう。黄色い猫、どうでしょうか。いや着たい服はないんですよ。だからまあその送ってくださるって言ったから、まあそれでもそれ着ようかなって思ってるけど、もしなかったら自分で探す。まだ探してないから着たい服とかはない。もともとは探す予定だったんだけど、いい感じに頭から上から下まで用意してくれる。話し方が最近可愛くなった気がする。え、逆に私どんな喋り方してた？逆に今まで楽しみですね。あと1週間です。意外とすぐ来るよ1週間で。普通な感じでよくやって。え、喋り方変わってないよ。ずっとこれだよ絶対。喋り方変わってないよ。いつも通り。最近喋り方が可愛くなったんじゃなくて、多分それ私のことを好きになったから可愛く見えてきたんですよ最近。あなたが、私はずっとこのテンションで喋ってるから昔から、気づかぬうちに私のことを好きになって可愛いなって思うようになったんです。そういうことです最近。お話し会だともっと可愛いという噂です。そうだよ、お話し会でしか見れない、しかもねなんかいろんな服も着てますので。ちなみにね、お話し会で着た服はその後の配信で着ないっていうスタイルにしてるので、キツネさんタコありがとうございます。メイドの私が見たけりゃお話し会
虎のコスプレとかもあったよね。だからお話し会拙者さん、お花ありがとうございます。虎のコスプレ、あ、ヒョウか、なんだったっけ、ヒョウだっけ、ヒョウかも、メヒョウだっけ。カピバラのコスプレむず、ヒョウか、ヒョウのコスプレもあります。トラを送っていいのかってダメです、トラ年じゃないので。トラ年の時ならいいよ。次立つでしょ。10年後か。まあ見ることはないでしょうね。トラのコスプレ。33歳だわ。こんばんは。やだな。考えたくないや。33歳にショールームしよっか、じゃあトラのコスプレして。アイドルは絶対やってないけど、ショールーム33、ともさん帽子ありがとうございます。33に自分がなる想定まだできてない、できてない。だって10年、でも10年ってあっという間やもんな。33歳、あるよね、10年後の私に手紙書くやつとかあるよね。33歳何しててほしいかな。アイドルやってないの。33だよ。10年後、10年後だよ。アイドル続けててほしい。まあでも私よりも先にさ、あの30歳を迎えるお姉さんメンバーがいるから、その方々がね、30の壁を越えてくれるかもしれない。先にまだ STU はさ、そういうのないからさ、30歳、こんばんは。落語は私向いてない、気にする。そうな、10年って長いもんな。どうなんだろう、長いか。30ってまだ実感ないな。そりゃそうだけど、周りに30がいないからさ、まだ実感はない。こんばんは。今年は33です。
とりあえず愛媛にいそう。それはそうだね、愛媛にはいる。愛媛、愛媛でおばあちゃんするから。東京の女期間はじゃないかも、さすがに30は。愛媛かな、目がかゆい。30超えたら絶対愛媛。松山市在住です。こんばんは。松山の住む場所を調べておこうって私に言ってる？調べておこうってこと？10年前はアイドルやってるのを想像してましたかって。10年前は13歳かな、11。でも将来の夢はその頃はあんまなかったね。私が住みます？そうだよ、だから私のね、結婚条件は絶対愛媛に住むことだから、そこは絶対譲れないから。愛媛。おいもちゃんハートありがとうございます。まくらさんタコありがとうございます。譲れないですね。それかまあは、まあ離れてても瀬戸内。そんな選択肢多めでいいのって。愛媛に住みたいんですよ。リモートあるからって何？リモートで結婚生活するってこと？ポチ。おはよう。転勤してるどうするって。リモート面白いね。そう、結婚生活のリモート。あ、違う。あ、そっち？あ、なるほどね。愛媛に来てくれるってことね。そっちね。そういうことね。仕事はリモートでできるから愛媛行けるよってことね。なるほど。私はさ、愛媛に来たくないから、でも結婚はしたい。まあリモートがあるけん、リモートで結婚すればいいやって方かと思った。そっちか。愛媛遠いから行けないけど、まあリモートがあるからいいやかと思った。仕事ね。そう、愛媛遠いけど、遠いじゃんだって。でもリモートがあるから顔見れるからそれでいいやみたいな。って言ってるのかと思った。そう、リモートで結婚。だからポチってしてリモート。おはようって寝起きの。起きたよー。リモート。なるほどね。確かに
そういうことか。そういうことね。理解理解。両男ありなのかって、いや考えたことないですけど、だってさ、その遠い距離の方からさ、まあ今はリモートあるからねって来たらさ、リモートで顔見れればいいのかなって思うじゃん。そういうことね。なんか世にも奇妙な物語とかでありそう。リモート婚で、リモートをずっとオンにしてて、生活はずっと見えるようになってるの、相手ので。そうね、今日も妻はご飯を作っているって、で同じものを違う県で作って一緒にいただきますするの。パソコンを置いて、パソコンを置いて一緒のもの作って向かい合わせていただきます。そう、世にも奇妙な物語。ほらほら、なんか怖い。そうだから世にも奇妙な物語なの。面白いけどね。でも私はそうさ理解したから、そのコメントを。だからリモートがあるからねっていうコメントをそう理解したから、あ、それでいいんだと思って。ね、でも面白いお話作れそう、それでね。まあ20分ぐらいのお話、30分ぐらいの。しぐれさん待ってたよ、ありがとうございます。リモート生活でもいいですかって。でもまあ、まあいいかも。物語を自分で考えるの得意って、考えたことはないけど、でもそういうね、割と得意かも。VR で持ちまこうなって。いいね。外国行きたい願望はあんまりない。餅巻き、
ばんは。日本好きじゃんっていうか、私愛媛なんで、愛媛愛媛から出ていかないです。家2つ建てますって、なんで家1つ。こんばんは。愛媛めっちゃ穏やかな場所だから本当にいいですよ。春夢さん、レインボースターありがとうございます。春夢さん、愛媛は海外みたいなもん。そうやね、海で分かれてるけどね。2回持ち分ける。いや持ちはそんな1回でいいかも。そうね、車ないと不便ですけど、なんか本当にもう人が多いとかじゃないから住みやすいですね。人ごみとかじゃないからさ、だいたい小学校の小学生の遊びは公園で遊ぶとかお庭で遊ぶとか、そんな感じで育っていくので、のんびり自然の中で。人混みを知らずに。まあ、あとはさん、ハートありがとうございます。老後は愛媛に移住したい？でも遠いやん。喋り方で愛媛の人ってわかる？そうやね、愛媛の人は結構イントネーションがね違ったりするから。33歳、ショールーム33歳、あと10年後。いや、あるかな、あるか、そりゃ。今日はもう少しよ。土日も早起き。愛媛はどんな美味しい料理がありますか？お魚が美味しいです。お刺身とか。なんかなんだろう、鯛めしもそうだけど釜めし系も美味しいんだよね。まあ和な感じの料理が美味しい。和お刺身定食、卵飯。まあめ全部美味しいですよ。ご飯、愛媛のもの全部美味しい。定食屋さんとかめっちゃ美味しいよ。なんかその愛媛県産のものばっかの定食屋さん知ってるんですけど、いっぱい健康的な、なんかお魚とか。美味しい。なんか個人の定食屋さんが結構美味しいですね。こんな時間に飯の話するから夜中に食べたくなるんだって。確かにね、それもあるかも。いつもショールームでご飯の話されるから、私配信終わった後に食べちゃうかな。
ってみんなのせいにしとこう。でも今さっき配信始まる前に私食べたので今お腹空いてないです。今日はレッスン後に食べたからもう本当に9時40分とかに食べたのでまだお腹はいっぱいです。終わった後に牛丼行きたくなるって。え、そうそう、40何分まで食べてたよ。45とかラーメン食べました。まあ、食べて帰った。ね、今私もお腹いっぱいだから何にも飯テロされない。全然牛丼って言われても全然惹かれない。何にも惹かれない。プリアラモード惹かれない。お腹いっぱいだもん。メロンは光のところでさ手に入れれないからさ、夜中にメロン手に入れれないから。全然光れないです。メロン、こんばんは。カツヤ、夜なんか食べたくなるよね。わかるけど、まあ早く寝たらいいさ。お酒は飲まないです。こんばんは。まあ、今一番何食べたいかって言われたら、あのサーティワンとかいいね。そう、スタバとかサーティワンとかそっち系だけど空いてないからさ、なんかちょっと甘いコーヒー飲みたい。甘いコーヒー、甘いなんかチョコの。ハニーミルクラテみたいなの飲みたいですけど、もう空いてないかな。まーい、ドトール、そうあるよね、ハニーミルクみたいな。ハニー抹茶オーレ。コーヒースタバ派ですね。スタバめっちゃ行ってる。羽生結弦ラテ、今日はねこれです、ルイボスティー。今日のお茶ルイボスティー。大阪まで寄り道してきた。え？どこ行ってたんだい？
どんな味がするって、なんだろう、でも独特な味するよ、結構癖強い、なんだろう、ティーな感じ、うん、あ、サラピニリご飯があるのか、ルイボスティー、そう、ティーっぽいですそう、ティーの感じ、ティーって感じの味する、ティー、こんばんは、ティーカワ、ティーカワ、ティーカワさんは漏れてます、あーラーメン食べたくならん、ティーカワ、ジャスミン茶、ああ飲むよ、なんか適当に、適当にお茶買ってる、日替わりで、今日は麦茶、今日は緑茶、適当、取りやすいところにあるやつとかにしたり、ドアを開けて、ドアを開けて、今日一番左にルイボスティーがあったので3列ぐらい、ルイボスティーでいっかと思って、こう開けるじゃん、コンビニの、こう開けてここに3列ルイボスティーだったから、一番端がルイボスティーでいいやと思って、山の内さんレインボースターありがとうございます、そう、目に入ったやつ、そう、何でも好きなんですよ、麦茶も緑茶も何でも飲む、あと何があるっけ、ね、結構適当だから何でもいいかも、玄米茶も飲むし、ほうじ茶とかも飲むよ、何でも飲む、本当に何でもいいんだよね、だからまあそんな適当に、加藤茶、適当、ミルクティーも好き、ルイボスティーがどんな味なのか分かりません、買ってみな、好き嫌い分かれると思うけどね、味独特だから、結構強いからね、なんか味が、おしゃれなお茶って感じ、セブンにある、ある、しかもこれ100円のやつだから、コンビニのオリジナル商品だから100円のやつ、飲んでみたらいいよ、気になるなら、キツネさんタコありがとうございます、ジャスミンティーも好き、何でも好きです、紅茶も好き、サイダーとか飲まんね、私は
あ、そう、炭酸はね飲まないんです。何もなってない。お、初見さん帽子ありがとうございます。プリマさん、あくびかと思った。いや、下見せてってきたからさ。最近お酒も飲んでないですよ、全然。最後に飲んだのいつぐらい。焼き鳥の時かな焼き鳥の時かなって言うけどさ、焼き鳥ってことを多分言ったかな、言ってないかな、言ったか。いや、なっちゃんとの焼き鳥ツアー大阪前かな。ツアー前なのに焼き鳥。ツアー前焼き鳥とか焼肉とかめっちゃ食べてたよね。でも焼き鳥行ったこと言ってないわ、多分。行ってないと思う。多分言ってない。配信前に行ったんじゃなくて配信後に行ったから、多分言ってないわ。焼肉は言った、なっちゃんとの。多分焼肉と間違えてる。なっちゃんと焼肉に行きましたは言ったけど、焼き鳥は配信後に行ったから、焼肉は配信前に行ったから、配信で焼肉行きましたっつったけど、焼き鳥は配信後に行ったのね。そう、だから知らないと思う。みんなメールも送れん時間だし。そう、配信終わってから行った。22時ぐらいから。だからメールも送れん時間だし、配信も終わってるからどこにも発信してない。そう、配信前とかならメール送ったりするけど、焼肉食べたよって。もう10時過ぎてたら送れないからさ。写真は撮ったけど。あ、でも焼肉の時も飲んだよ、お酒。なんか机についてるタイプだった、レモンサワー飲み放題みたいな。初めて机になんかお寿司屋さんのお茶みたいな感じで机で継ぐタイプ、お寿司屋さんのお茶タイプのレモンサワー。焼肉の時です。え、でも4杯ぐらいしか飲んでないですよ。あ、はるゆめさん、お花ありがとうございます何よっていや、な、配信前に行ったって言ったからさ。鼻つぼってきた。でもね、ちゃんとね、このあの意識保って、あの普通にね、私はあの会話ができるので、普通に。問題ない。バレない。わかんない、わかんない。STU はね、配信前に飲んじゃダメなんですけど。まあ、酔い冷めてるから。そうそう。鼻が詰まる。こんばんは。そう、配信後はいいんですけど、配信前はダメなの。配信中はダメだよ。
配信前に飲んだことあるのって。でも私は変わんないからね、普通に配信できるんですよ本当に。このテンションで配信できるの。だから変わんないよ。飲んだ後に配信を始めただけです。時間、あの焼肉行った日、焼肉送ったよね、あれは多分焼肉行ってきましたって。今日も焼肉行ってきたんですよってあの後配信したけど、でもまあ1時間もあったら冷めるんでしょっていうね。顔にも出ないですね。でもまあそんなね、固いルールじゃないんで、 STU だけのゆるいルールだから、そんな罰されるとかないんで大丈夫です。普通にちゃんと配信ができれば問題ない。ちゃんと配信できない方がいるから、あのついたルールだから。そう、別にちゃんとできたら問題はない。こんばんは。そうそう、やすめさんレインボースターありがとうございます。大丈夫です、罰されることはないので。そんな、え、でも好きだったけどね、あの配信見るの。逆にさ、今まで OK だったのがすごいよね、あのルール的に考えるやん。私はでもね、そう好きだった、面白かったもんだって。ちょうど加入したての時に見てたから。うのぼさんラブレターありがとうございます。でもあの頃は私19歳だったからさ、ベロベロになったことある？ないです。こんばんは。ティーライダーさん可愛い、ありがとうございます。なんか愛媛の人お酒強いらしいですよ、なんか葵さんが言ってるの聞いた。葵さん強いもんな。でも私のリア友も強いんですよ、確かに。東京にいる M ちゃんも強いし、一緒にディズニー行った子ね、激強。私結構強いんですけど、それぐらいも強くて、愛媛のリア友はみんな私と同じぐらい飲めるの、同じペースで。え、そうそう、全員私の愛媛のリア友飲むし、弟も強いし、家族全員強いし、愛媛の人強い、じいちゃんばあちゃんも強いです、両方。愛媛の人強い。酔って起きたら部屋も洗い物も全部きれいになって、葵さんがいなくなってた。めっちゃいい人じゃんそれ、葵さん。え、いいね。
飲みに行ったメンバーがベロベロだったら家まで送ってあげるのって。そうですね、私は酔わないから送る側ですね、連れて帰る側。キラキラそう、1日100個まで。でも2回もらえるんだ、3時に更新されるの。深夜3時と昼の3時だから、深夜3時に更新されてもらったやつをお昼の配信で投げて、お昼の3時に更新されてもらったやつを夜の配信で投げてくれたら2回投げれる。送ってくださいって、ね、しっかりって連れて帰らないと。レインボースターありがとうございます。え、ベロベロまでね飲んだことないですけど、多分飲む、これからも飲む機会なさそう。そんな一度自撮り出しになるまで飲んでみたらって、え、ならないんですって。ウドマさんレインボースターありがとうございます。ならないんです、どんだけ飲んでも。え、そう、限界を知ってみるのはいいこと。でも限界を知ろうとして、だから飲んだことあるんですよ、夕方の18時から朝のぐらいまで。M ちゃんと、 M ちゃん強いから。テキーラとか飲んだらなるんでしょって。え、でもならないんですよ、だから。そう、 M ちゃんとね韓国料理屋さん行って、あのケーキ屋さん行ってみたいな、で中華屋さん行ってずっと飲んでて。テキーラ1本でも言わない。1本って何？テキーラはなんかショットみたいなんでしか飲んだことないです。一本はそれ無理でしょ、だってあれ小さいやつら飲むやつじゃん。ね、あと9分。だから私限界来ないんですよ。無限なんです。でもテキーラのなんかあの小さいショットみたいなやつもう6か7までは行ったことありますけど、一気にそれ以上は飲んだことはありませんけど、それで普通に歩いて帰れるから。です、そうなんです。他のメンバーの配信終わったら切り替え止めました。え、さっきからいたじゃん。ワインとか飲まない、飲んだことない。
でもそれそのテキーラとかあのメンバーと飲んだの。そう、メンバーとテキーラ飲んだことないんですって言ったら、お店の人があのタダでくれたんですよ。え、飲んだことないのって言われて、そうなんです。あと7分、みきやくん花束ありがとうございます。いいお店ね。でもあの何県にあるか、20%になっちゃった。 20% 大トロ食べたことないで無理無理。え、そう、広島じゃないの。なんかそう、なんかの泊まりの時に近くにあったお店に入って、それだったかな、たまたま神奈川県とかかな、そのお店は。だから1回しか行ったことないし、そう、せっかくねタダ出してくれたけどごめんねって感じ、もう行けないんだって。どこ何県だったか忘れた、もう場所わかんない。こんばんは。ね、え、神奈川だった気するんだよな。ワールドカップを見ながら店員さんと私とメンバーとおじいちゃん、飲み歩きに後泊ですからね。あのお仕事の前じゃないから、後泊後泊。ヤマトさんありがとうございます。さすがにね、次の日あるときは飲めないよ、さすがに。さすがに次の日が仕事だったら無理です。あと4分、まあ、近く出歩いてはない、近くだったの。近くの飲食店全部閉まってて、なんか小さい空いてたところに夜ご飯を食べに行ったの。そう、だからそういう目的じゃなくて、夜ご飯をいつも近くで済ませたりするんだけど、そう、コンビニみたいな感じで夜ご飯、近くのとこで夜ご飯を済ませようと思って、そう。でも配信も終わらせてたから、そうなのよね。あと2分、2分ちょいってことで、明日は12時から1枠目やります。12時から12時半とかまでやります。そんで夜はカラオケ配信は21時半からにしようかな。だったら10時半、11時半、12時で2時間半使って0時まで超えれますから、0時を迎えれるので、9時半からカラオケ配信にしようと思います。ということで、じゃあ団地読みます。
13位ティーライターさん、12位ムーランさん、11位タケルくん、10位ハルユメさん、9位リンゴさん、8位リザ48さん、7位おいもちゃん、6位キツネさん、5位ハットリさん、4位ミキヤくん、3位ヤスルパンさん、2位ヤスベイさん、1位ウドムさん、ありがとうございました。明日早めに晩ご飯食べます。そうだね、9時半から配信だから9時半までに。ってことで今日も一日ありがとうございました。それではまた明日です。おやすみなさい。あと1分ぐらいあるかな。そう、唇どうしたんですかね。そうなんだよ、なんでだろうね。何曲くらい、でも2時間はあるから結構歌えるんじゃない。1曲5分やとしてね、結構メール紹介ありがとうね。吉田のストーリー痛くないんですよ。触った感じも切れてる感じしないんですけど、気づいたらこうなってた。全然痛くない。そう、これからお風呂。じゃあ終わります。ありがとうございました。一日またね。おやすみ、おやすみなさーい。